島牧村は、北海道尻部市総合振興局管内の南部に位置する村である。島牧郡に属する。アイヌ語の地名、島小牧に由来する。長田法政庁、北海道ゾホ地名会によると、語源は、島小牧で、岩石の後輩の意であるという。太平山は、自然環境保全地域に指定されている。古くは、二神寮で栄え、 現在はヒラメカレーホッケなどの刺アミ漁、サケ定置ミ漁、タコ、エビ漁等が盛んである。イカナゴは隣接するスッツ町よりも漁獲量が多い、景観を生かした観光に力を入れている土地柄でもあり、村内には直売店や民宿を兼ねる漁家も多い。2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口零人の消滅集落となっている。 村内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 北海道函館本線黒松内駅。NTT 東日本が提供するフレッツ港やフレッツテレビなどのサービスを開始4月現在ただし、設備の都合上 NTT 東日本による光、電話サービスは提供されていない。市外局番は0136だが、スツ MA 地域のため、 同じ0136である、くっちゃん MA 地域にかけるには、市外局番からかける必要がある。市内局番は以下の通りである。ガローの滝ガロー高原島巻、ウィンドファーム有名人ではないが、松山千春の曽祖,祖父が、島巻村出身である。ありがとうございます。